リーガ MX は北、中米カリブ海、サッカー連盟に加盟するメキシコの国内プロサッカーの最上位リーグである。現在はビビビメキシコが公式スポンサーとなり、リーガビビビ MX として知られる。北、中米カリブ海地域ではトップレベルと言われ、メキシコのサッカーを支える充実したリーグである。資金の潤沢なクラブも多く、 中南米諸国の代表選手が多数プレーしている。長らく、メキシコ代表は、ほとんどが、国内クラブの選手で構成されていた。1998年から2015年まで、招待参加していた、コパリベルタドーレスでは2001年に準優勝した、クルス・アスルをはじめ、メキシコのクラブは、準優勝3回、ベスト4以上の成績を8回マークし、 南米の強豪クラブにも引けを取らなかった。歴年後半にシーズンが開幕し、翌年の歴年前半にシーズンが終了する。日本人としては2017年にパチューカに入団した本田圭介が所属していた。参加クラブ数は18クラブ。1シーズンは2ステージ制であり、それぞれのステージごとに優勝を争う。前半戦のステージをアペルトゥーラ、 後半戦をクラウス・ウーラと呼称する。レギュラーシーズンは、それぞれのステージ全18チーム1回ずつの差あたり、方式となっており、各チーム17試合ずつを消化した時点での上位8チームが、リギージャと呼ばれる決勝トーナメントに進出する。リギージャ準々決勝は、リーグ戦の成績に基づいて、1位、VS8 位、2位、VS7 位、3位、VS6 位、4位、 VS5 位のタスキ掛け方式で対戦する。ホームアウェイの2試合の合計得点とアウェイゴール数が同じ場合はリーグ戦の順位が上だったチームが勝ち上がるが決勝戦ではアウェイゴールルールは適用されず延長戦、PK 戦を行う。各ステージの優勝チームと準優勝チームには得点として 次年度のコンカカーフチャンピオンズリーグ出場資格が与えられる。なお、2010から11シーズンまでは18チームが、全2シーズンのリーグ戦のみの合計成績により、3グループに分けた上で、グループに関係なく1回ずつ、総当たり方式で対戦し、グループ内の順位と総合順位により、リギージャに進出するチームが決められていた。2020から21シーズンは、 新型コロナウイルス感染症と戦う医療従事者を称えて開幕ステージがトルネオ・グアルリアネス2020の名称となった。クルス・アスル・アメリコ・アナム、グアダラ・ハラ・アトラスさん、ルイス・レオン・ワンル・モンテレー・マサトランネ・ネカクサ、パチューカ・プエブラ・フアレス・ケレタ・ロ・サントス、ラグナティフ・フアナトルーカ・メキシコ・シティ20から21、シーズン所属クラブの所在地シーズン表記の和、インビエルの和、 ベラーノはアペルトゥーラはクラウスラはビセンテナリオの略。1970年は 1970FIFA ワールドカップ開催の関係でメヒコ70、1985から86、シーズンは 1986FIFA ワールドカップ開催の関係でプローデ85とメヒコ86という短期トーナメントだった。クルス・アスルの発祥は イダルゴ州であり、現在も、下部組織が、イダルゴ州にあるため、ダービーとして認識される。ありがとうございます。